はい、どうも、レッドコンプレックスです。皆さん週刊 AFP は引きましたでしょうか？僕はね、ちゃんと、3回プラス無料分引いてきまして、昨日上げた動画に、登場しましたけども、この選手を使っていきたいと思います。ということで今回は週刊三笘薫。身長178センチ、24歳の利き足右利き、プレースタイルはチャンスメーカーで、このウィングサイドハーフで使える選手になってます。それじゃあね、細かい能力値と試合で使ってみた使用感の方を解説していきたいかなと思います。このようにね、選手や試合に関する動画じゃんじゃん上げていきたいと思ってます。めちゃくちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、三笘薫、ドリブル数値まあまあ高いですね。もっと高くてもいいとは思っちゃうけど、でパス数値に関してはグランダーパスはね80乗ってきます。蹴ってるか最低限76で、何気ね、ボールダッシュとか、守備意識とかアグレッシブネス、そこら辺が高いので、まあ、意外と前からも引っ掛けてくれるような印象がありますね。でこのスピシュン高いですね。84と87、キック力もあるので、ドリブラーにありがちな抜きまくれるけどフィニッシュ超ヘボいみたいなことはあんまりないのかなとは思います。まあ、難点を挙げるとするならば、このフィジカルボディコンどちらも80乗らないというところですね。せめてどちらかは80乗ってて欲しかったけど、そしてこのスタミナの低さ、結構前半でバテちゃうかなっていう印象が強いですね。ヤカシンド精度普通高いの、コンディション並み普通で、スキルがダブルタッシュとかエッジターンとか持ってって、軸足当てがねちょっと邪魔ですね。で足裏コントロールあるんですけど、今回の三笘はエラシコがないので、通常とかと異なって、特殊ダブルタッチができないっていう、三笘になってますね。まあ、そこはある意味通常とかとは差別化できるのかなとは思いますけど、特殊ダブタが苦手な方からしたら、まあ、欲しい三笘なんじゃないかなと思います。そしてまあワンタッチシュートとかワンタッチパスとか、有能なスキル、アウトスピンキックまで持ってるので、ドリブル以外でもねパスとか、フィニッシュの部分でもこのスキル助けられるものがあるんじゃないかなと、思います。それでは早速試合の方で使っていきたいと思います。それではどうぞ。いやー、三笘はやっぱ思ったよりかはドリブルしやすさはありますね。こねやすくてなかなかね、でかいタッチにはならないのかなとは思いますけど、やっぱね体が何せよ弱すぎて結構抜き切るっていうのは難しい選手なんじゃないかなとは思ってますね。だけどやっぱこう細かいスライドドリブルだったりとか、このチョップタッチとかでかわすっていう部分では、非常に強みが、あるんじゃないかなと思ってます。でまあね、やっぱ個人的にはねダブタの方が好きだな特殊よりかは普通のダブタの方が好きだなっていうのがあって、っていう部分ではこの今回の三笘は好きですね、結構。そしてねやっぱねサイドで使うのが一番いいんじゃないかなと、思いました。なんでかっていうと、やっぱ完全に抜き切るっていうのはさっきも言った通り難しくて、ネイマール的なねこのフィニッシュまで自分で行くっていうのは、なかなか難しかったので、それ考えるとやっぱ1枚簡単にかわしてパスまでつなげたいっていう、選手かなと思いますので、そこら辺を考慮するとやっぱサイドハーフぐらいでね、使ってあげるのが一番適してるんじゃないかなと思います。でまあ体力もないので、あの前半から使うのもいいんですけど、まあ後半からこうジョーカー的に使ってあげるのも、まあ三笘らしいちゃらしくてね、いいんじゃないかなと思います。